水産物は輸入しないっていうふうにしたんであれば、日本近海の魚も取らなきゃいいんですけれども、日本近海の魚取ってんですよ。日本の漁船から取った、魚は輸入禁止でも、自分たちの船で取った魚は普通に取る、それ中国産かっていうと日本産ですよね。日本近海ですから、こういう矛盾を平気でやる国なんですね。よく私ここで月曜日の夕方街頭宣伝してると、中国の方が、ね、あんたは中国の批判ばっかりするって言うんですけど、批判ばっかり、言わせる中国の方もどうかなと。だってね、皆さんおかしくないですか、福島第一原発の処理水っていうのはトリチウムは12年で、ほとんど害がなくなって、12年経ったから、処理水を放水ですよ。でこれは世界的に見て何ら問題ない。なぜかというと、韓国や中国の処理水の方がよほとんど汚染水なんですね。つまり、ひどい、汚染水を流してる。でなぜ処理水かというと、無害に近いから、国際基準でいうと全然無害に近いから汚染水と言わずに処理水と言ってるんですね。でその韓国、ことに中国が、日本からの水産物の輸入を禁止にしてるわけですね。で輸入禁止にしてんだったら、日本近海のものは取らなきゃいいやん、口にしなきゃいいんですけれども、中国の漁船を派遣して日本海の竹島周辺の大和海、ここでも漁業もする。そしてなんと福島県沖、これ今朝の産経新聞一面に出てますけど、福島県沖ですよに近いところの近海の水産物、お魚も堂々と中国の漁船は、漁をしてね、そして持ち帰ってるということです。こんなにまいじた、こんなね、矛盾っていうのはないですよ。いやこれ、もちろん日本政府は、外務省は中国に対してね、抗議活動はしておりますけれども、所詮日本の抗議活動というのは遺憾法と言われるぐらい遺憾の意を表明するだけです。本来であればね、外交的な抗議というのは